私の夢は人生で関わった人みんなが笑顔になることです。仕事と不慣れな子育てとの両立は想像以上に難しかったです。いつしか笑うことを忘れていた私は、心を元気にする仕事をしたいと鍼灸師になりました。日々患者様と向き合う中で、社会の歪みやしわ寄せが弱い立場の人に来ている現実を目の当たりにしました。もはや患者様自身を治療するのではなく、社会そのものを治療することが必要だと気がつきました。36歳の時、県議会議員に初当選。2期7年間、声なき声に耳を傾け、全力で走ってきました。それでも国政でしか実現できないことがあると知りました。そして国民民主党の現実的な政策が私の希望となりました。それは多くの人の希望にもなると確信できました。人生で関わった人すべての笑顔を作ります。明日のあなたの笑顔のために、今日ここから。